様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、ご礼を打たせていただきました。思ったよりもなんかスピードが出るというか飛んでいくっていう感覚になってちょっと僕もびっくりしたんですけど。ピアドライブと比べて純粋にピアドライブって今使ってるのと比べてどうですか。でも同じぐらいはある気がする。ボレーに対してはボレーのスピードで考えたらなんかこっちの方がいいかな。まあそこら辺 も本当に感覚的な部分の話も含めてだと思うんですけど、ね、まあ、やっぱりあの少しベースが小さい分掴んでる感っていうのは多分出ると思うんですね。で、まあ、もちろん当たりとか当て方とか、まあ、ボレーって皆様も様々な感じ方若干違うかもしれないですけど、しっかり乗せてしっかり運ぶっていうことができる方にとってはまあロスじゃないかなというような、まあ他のプレイヤーのテストなんかでもそういう100に比べてやっぱペースがちょっとだけでも小さくなって操作性が良くなってラケットワークってすごいこう、まあ、ボレーの狭いですけど少なからずラケットワークで出してくるんですけど、その時のラケットワークが非常にスムーズな感じ、それが多分やはりこうやってお話しいただいてたこうパワーっていうところに伝わってくるのかな、まあ、繋がってくるのかなと思うんですけど、本当にこう使っててピアドライブらしいちょっとこう弾いてくれるパワーの部分は確かにあるんですけど、こうしっかりと真ん中で取ってスライスキルタッチグッと押し込んだ時にちゃんとこう一回乗ってフレームがポンと弾くっていう印象になるので、ボレーは非常にこうしやすいっていう表現でいいかなと思います。なんすか、いやいやいや何笑いですか。なんか認めたくないようなねえそうですね、なんか含みのあるそうですか、そういう人は使ってくださいそういう人、え、どういう人、そういう人ピアドライブっぽいって言えばピアドライブっぽいんですけど、ピアドライブじゃないんですよね。なんかすごい絶妙な表現になっちゃうんですけど、本当にこうピアドライブの良さをありながらちゃんとこう一度乗るっていう感覚が味わえる。でスペックが純粋にピアドライブと同じでもペインがちょっと小さい、操作性がいい、振り抜きがいい、ストロークの時はストローク振り抜きがいい、これでいう操作性がいいっていうところは、自分がこうやって使っていきたい、振っていきたい、操作していきたいっていう人が使うと非常にとかメリットがある。そうなんです、はい、切られ役としては両先生のボールが速すぎて特にイナチン先生イナチン先生なんかおかしいやばい、何球か死にかけましたね。死にかけましたけど、私撮影の前に少し打たせていただきましたけど、純粋にボックスを使ってる人、ボンで使ってる人にもトライしてもらいたい。98でボックス使ってますよっていうね、長年使ってるこことかこことか非常にいいと思います。感触が柔らかくてボールの弾きっていうか飛びが良くてっていうのでは申し分ないかなと思いますけどそう、それはね、もう認めるしかない、もうそうですねっておっしゃる通りでございます多分これこのスペックちょっと気持ち重いかなっていうところに持っていくと、やっぱりボックスのラケットが多分ちょっと入ってくると思うんですけど、そこと比べればやっぱり弾く飛ぶっていう要素は間違いなくあると思うので、そのボックスを使ってて少しハードに感じるとか、もうちょっと球が弾いてほしいねっていう人なんかが使っていただくっていうところも非常にいいと思う。やっぱボックスの、まあ、パワーアシストをもう少しっていう方が使っていただくっていうと、多分純粋すごいパワーを感じてもらえるかなと思う。まあそこら辺は好き好きだと思っておりますので、カメラさんハードを出させていただきました。はい、どうですか。やっぱりえ、本当にサーブもやっぱりスピードがあるんで、感覚的に、まあ、多分伸びもいいのか、なんか打った後も結構いい弾き、フェースも結構上の方まで伸びがそうですね、良かったので、まあ、あんまりなんか力マックスにならないというか、まあ、軽く打ってるわけじゃないですけど、まあ、ちょっとの力でやっぱり結構いってくれるんで、そんな無理にして。からにってもスピードが出るっていう気分がなくなるような感覚になったのでそういうところが良かったかなと思いますピアドライブと比べるとどうですか。一生ぐらい
切れるっていうイメージのサーブをしっかり打つところがあります。フロードライブっぽいっていう、こういう、なんていうんだろうな、ラケット自体の持ってるパワー、弾くっていう要素はサーブでもやっぱり同じように感じるかと思うんですけど、はい、やっぱり振りやすいですね。そうですね、やっぱ質量というか質感っていうのはどうしてもそのたった2なんですけど、だいぶ違うっていうのは、杉田選手とか、あと綿貫選手なんかもテストなんかで言ってたんですけど、たった2なんですけど、この感触がちょっと違うんですよねっていう、その取り回しの良さというか、まあ、そういうのと、まあ、重量ハイプも使われてますけど、その重さのあるかっていう、まあ、感じ方が若干やっぱり、その2だけなんですけど、僕らもたった2で、たった2ミリで、って思うんですけど、やっぱりその辺がだいぶ違うところですね。はい、でやっぱりこう、うちは振り、まあ、振りやサーブも、まあ、ストロークもそうですけど、振るスイング幅がやっぱりあるものに関してですけど、やっぱ振り抜きの良さっていうところで、結果的に、まあ、スイングスピードにつながってきて、まあ、ボールに当たる影響が大きいので、まあ、ラケットのパワープラス振りやすさ、当然パワーもあるかなという印象と、まあ、フレームアップは普通の、まあ、今までは発売されている KS100 のフェアドライブと比べて薄くはなってるんですけれども、そんなにこうパワーがなくなってる感じはしないですね。まあ、ラってよく言いますけど、あのラケットの硬さですね、はい、しない、ラは少しだけこっちの方が低いんですね、はい、で、まあ、実際ラが低くなれば当然のことながらパワーは少し落ちるんですけど、うん、結局そのしなる部分とやっぱりそのプレイヤーが伝える部分、ここがまあマッチするとその2ぐらいの数字っていうのは、柔らかさだけでパワー落ちるっていう感じがないっていうのが結構多い場合が多いんですね。なので多分稲見コーチなんかの場合はまあ結構パワーがあるので、逆にパワーロス感っていうのはラでは出てないのかなと。その力があるので、まあ、力で持っていきながら乗せてきっちり乗ってるんで、多分それがパワーが落ちた感じが全くしないというところにつながってるのかなっていう気はします、はい、逆にあの品をしながらこのラケット硬いなとか、このラケットパワーないなと思ったら、普通のピアドライブの方が多分気持ちいいのかな、はい。本当こう、まあ、お話あったみたいにこう振りやすさっていうところは本当によく出てくると思うので、その振りやすさ、スイングスピードが出せれば当然パワーは出せるっていうところにももちろんあると思うので、そうですね、まあ、このラケット、ピュアドライブの VS のこのラケットに、まあ、純粋にこうこのパワーでこと足りるぐらいのスイングスピードが出せれば、まあ、ここのライン、これでパワー不足を感じればやっぱり通常のピュアドライブです。このタイプで、まあ、パワーアシストをちょっと得ながらプレーをするっていうところがいいと思います。サーブなんかは本当にこう自分でボール上げて自分で100出さなきゃいけないって言った時に、これいかにここで100出せるかって言った時のパワー、まあ、それからピュアドライブだとオーバーパワーになってしまう人もいるかもしれないし、逆に VS にしてしまうとパワーロスが足りないっていう人もいるかと思うので、まあ、そこの割合で、まあ、イフタと同じピュアドライブっていう名前でも、まあ、だいぶ違う印象だと思うので、自分のスピードがどれぐらいのところにあるのか見て選んでいただければいいのかなと思います。ピュアドライブの VS 今回出していただいて、まあ、スペック的に見てやっぱり 300g ありますよ、まあ、決して軽くはないですし、重すぎももちろんないんですけど、もともとのピュアドライブのパワーの印象でポンって買ってしまうとちょっとハードに感じてしまう方もたくさんいらっしゃると思うの で、このラケットの良さというか、はい、振りやすくてこの重さでっていうところでしっかりこのラケットの機能を発揮できるまたちょっと僕のことをがっつり見てボックスのラケットを使っててパワーロスを感じる方みたいな話をね喋る方もしてたと思うんですけれどもそういう方なんかはもう本当にまさにスペック的にもラストラウンドのパワーがありつつ、でも98ですよ、 300g ですよ、振りやすさもありますよ、こういうところのパワーアシストを得たいっていう方はピュアドライブのスポーツなんかは本当にちょうどいいところになってくると思いますし、かなりこう使いって欲しいなっていう層は決まってくるかと思うんですけど、逆にそこにこうしっかりと絞って皆さんね選んでいただければいいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、